続きましての質問です。いつも放送を楽しみにしています。長年の先生の不安の方からいただきました。ズバリ、天皇陛下はヤタガラスの組織を知っているのでしょうか。当然ご存知だとは思っていますが、どの程度なのでしょうか。裏では交流があるのでしょうか。それともいざという時以外は表と裏の組織とでは交流はないのでしょうか。皇太子や皇太子様や雅子様などはヤタガラスの組織をご存知なのでしょうか。よろしくお願いしますということで、まあ、その間を握ってるのが、まあ、宮内庁じゃないんだよ。宮内庁の役人なんてのは所詮は明治時代に、まあ、幕末の時の大名とかを抑えるために、はい、まあ、当時宮内省って言ったら、はい、そこに入れ込んだだけの連中なんだよ。その、まあ、今はね、戦後はまた変わってきたけど、たかが官僚に過ぎない、たかが、うんうん、だけど例えばね、ヤタガラスと絶えず交流したように見えるけど、それはほとんどない。あ、そうですね、ただただ間を受け持つという役目で冷泉家がいて、はい、この冷泉家にはまだ開封していない蔵が3つないし4つある。これ未だ開帳されていない。そこには天皇家の古代の全ての記録が収まっている。これを翻訳するだけでも数年かかると言われている。これが天皇陛下、次の天皇陛下が京都へ戻る、はい、もう東京にもいなくなります。その時に開帳されて、一気にヤタガラスとの間の距離が一気に近づく。最後の天皇陛下になりますから、ラストエンペラーです。まあ、順序立てて言えば今の皇太子になっていくはずなんですが、はい、まあ、これはまだ分かりません、うん、現時点で皇太子様や雅子様はほとんど知らないと思います。ご存知、はい、でその時にヤタガラスと直接指導を受けて一気に変わります、はいはい、そうですか。その時東京どうなるかって言いますと、もう皇居はもう天皇陛下いませんから、はい、どうなると思いますか。もうただの公園のようになってしまうんですか。ノノノノノ、江戸城つくんです。あ、知恵者がいましてね、京都に陛下がもう戻ると、はい、首都が京都になるんです、はい、移りますね。もう東京はただの東のただの大きな町だ、はい、ただの町になっちゃうんです。これ経済的にものすごく大変なことになっちゃうんですね、時間も下がるし、で知恵者がいましてね、はい、ほとんど官僚はその形で動いてますけど、あ、もうすでに、もう動いてます。で、江戸時代戻そう、はい、江戸時代はどうだったんですか。京都は祭りごと、お祭りの方の中心、はい、で江戸は政治でしたでしょ。そうですね。あ、役割がはっきりするわけですね、はい、いわゆる政教分離だから、江戸時代は戻せばいいんだ。なるほど。